十五日午前十時過ぎ、紺色のスーツ姿の久仁さまは。秋篠宮さまと紀子さまに続いて、寮に進み。拝礼して、玉串を捧げられました。久仁さまは、十四日に。お茶の水女子大学附属幼稚園を卒園されたばかりで。武蔵野の御陵には。曽祖,祖父にあたる昭和天皇が眠っています。久仁さまは、去年十一月に。 初代天皇とされる神武天皇の寮を訪れていますが武蔵野の御さぎを参拝されるのは今回が初めてです。